もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。先日5回目の挑戦で念願の勝利をつかみ、多くの期待を背負っている自民党の新総裁である石破茂さん、そんな石破茂さんがトップを張る石破政権は、誕生前から解散発言、市場ショック、不穏人事の三重苦に苦しんでおり、始まる前から大ピンチに陥っているのだそうです。そんな石破茂さんは即アウトレベルの出現をしてしまい、多くの批判の声が飛んでいます。また早期解散方針に関して野党も短期決戦になることに焦りを見せているのだそうです。そして政治ジャーナリストの田崎史郎さんが石破新内閣をバッサリと一蹴し話題を集めています。今回は念願の新総裁になったにもかかわらず、前途多難な幕開けとなっている石破茂さんについてお調べしまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。首班指名を受けて首相となる自民党の新総裁石破茂さんが早速ピンチに陥っています。裏金問題や旧統一教会の問題で支持率の下がった自民党の刷新が石破内閣には期待されていますが、三重苦にあえいでいるのです。発言のブレに石破ショック、そしてサプライズ人事への反発が襲いかかっているのだそうです。石破茂さんは先日党本部の記者会見で10月27日に解散総選挙をする意向を表明し、まだ首班指名を受けていないのに解散日に言及することは異例ですが、全国の選挙管理委員会の準備の観点から本日表明したと各所への配慮であると説明しました。もっとも石破茂さんは総裁選中、国会で野党と論戦をしてからの解散を主張しており、日本記者クラブ主催の討論会では即解散を訴える小泉進次郎さんに対して石破茂さんはこう語っていました。国民の判断は厳粛に受けないといけない。国民の判断の材料を提供するのは政府の責任、新しい総理の責任とし、本会議は一方通行、問われたことに答えるだけ、本当のやり取りは予算委員会だと思っていると予算委員会を通じてしっかりとした論戦をする必要性を訴えていました。野党関係者はこう語りました。野党からはしっかり議論のできる首相だという評価で、解散総選挙があるにしても11月と思っていた、即解散の決断を意外と思っている人が多いのではないかと指摘しました。そしてここぞとばかりに野党議員が X で石破茂さんの解散方針のブレをこう批判していました。日本維新の会の音喜多駿政調会長は単なる嘘つきとバッサリ切り捨てており、政治家にとって嘘の2文字は大きなダメージとなり得ます。また石破茂さんが新総裁となり、石破ショックも起こりました。この日の東京株式市場で日経平均株価は前日比で1910円も下落し、円高も進んでおり、市場に動揺が走っています。これは石破茂さんが金融所得課税に言及していたことなどが主な要因として挙げられています。自民党関係者はこう語ります。総裁選の告示前に石破氏は金融所得課税強化に言及したことで大きく批判された。岸田政権下で貯蓄から投資へとやっていたのに、それはないだろうというわけです。総裁選でも即アウトレベルの出現だったと思いますが、今になって聞いてきたと即アウトレベルの出現があり、最悪の事態を招いていると振り返りました。そんな石破茂さんは組閣人事をめぐっても党内で衝撃が広がっているそうで、村上誠一郎元行革担当相が約20年ぶりに総務省として入閣することに批判的な声が上がっているのです。というのも村上誠一郎さんは長らく党内野党という立ち位置におり、安倍政権に批判的な言動を繰り返していました。極めつきは安倍晋三元首相の国葬をめぐって安倍氏のことを国賊と呼んだそうなのです。これが党紀委員会に事実認定されて党役職停止処分になったこともありました。それだけに旧安倍派や高市早苗さんを支持した議員を中心に反発が出ているそうで、永田町関係者はこう語ります。国賊発言が報道された後の
村上氏は慎重になっており、マスコミが寄ってきても〇〇か〇〇の取材は受けないと国賊発言を報じた報道機関の取材を拒否していました。こうした慎重さが村上誠一郎さんに今もあれば、発言については問題はなさそうですが、旧安倍派の胸中までは分かりません。自分自身の発言も疑われ、敵にも身内にも疑われている石破茂さんは、新総裁になってまだ数日ですが、その前途は多難となっています。そして石破茂さんが明言した早期解散方針に関しては大きな波紋を呼んでおり、野党から話が違うなどとの批判が相次いでいるそうです。立憲民主党の代表である野田佳彦さんは東京都内で記者団に対し、早期解散方針に関してこう語りました。10月1日召集の臨時国会では、政治への信頼を取り戻すため政治と金の問題も含めて議論すべきなのに、臭いものに蓋をしたとしか思えないと語気を強めていました。石破茂さんの解散表明に先立つ30日午前、自民党の浜田靖一国対委員長が立憲の劉博文国対委員長と会談し、臨時国会の会期を9日までとすると提案しました。野党側が求める一問一答形式の予算委員会開催などには言及がなく、劉博文国対委員長は拒否していました。その後の衆参両院の議員運営委員会理事会で、与党側から会期の正式提案がありましたが、野党各党は予算委開催を一致して要求し、結論は持ち越されました。こうした自民党の手法について、共産党の田村智子委員長は党本部で、党利党略、裏金隠し、疑惑隠しで逃げ切りを狙うというやり方は非常に問題が大きいと指摘し、何もかも手のひら返しだ、自民党が追い詰められている姿を示しているとも述べていました。日本維新の会の藤田文武幹事長も、石破茂さんは筋を通す正論を突き進んでいる政治家だったからこそ世論の人気が高かったとし、筋を通す人間ではなかったのかと投げかけていました。国民民主党の玉木雄一郎代表は、石破茂さんが国会で首相指名を受ける前に表明したことを問題視しており、こう語っていました。首相の最大の権限の一つである解散権をまだ首相ではない者が言明することに強烈な違和感を感じた。自民党を変えてくれるという期待の中で選ばれたのに、自民党を変える前に自分自身が変わってしまった。国民の政治に対する深い不信感を払拭できるのか、早くも赤信号が灯ったと強烈に石破茂さんを批判していました。しかし野党の反発は焦りの裏返しでもあります。野田佳彦さんが野党各党に呼びかけている自民党の裏金議員に対してペナルティーを与えるための選挙区調整交渉は初についたばかりで、短期決戦になると難易度が格段に高まるためです。野田佳彦さんの呼びかけに関し、玉木雄一郎さんは30日、野田氏に直接伺って判断していきたいと連携に含みを持たせましたが、藤田文武さんは裏金議員への対抗馬は一本化した方がいいという意見は拝聴に値するとしつつ、選挙実務を預かる私としてはかなり難易度は高い、正々堂々と政策を訴えて政権の過半数割れを目指すことに尽きると述べ、連携に慎重な姿勢をにじませていました。また田村智子さんは、野田佳彦さんが集団的自衛権の行使を一部容認する安全保障法制の継続を示唆していることに言及し、共闘の基盤は裏金議員への一本化ではないと反論し、安保法制への対応を曖昧にしたままの一本化ということはありえないとしていました。石破茂さんの自分自身の発言を覆してしまっている、ある意味で奇策とも取れる早期解散宣言は、さまざまな面で混乱を招いているそうです。そんな中、政治ジャーナリストの田崎史郎さんが先日、テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーに出演し、石破内閣の顔ぶれについて、非主流派の在庫一掃セールと切り捨て、大きな反響を呼んでいるそうです。番組ではこの日午後に開かれる
衆院本会議の首相指名選挙を経て発足する石破新内閣の閣僚人事の顔ぶれについて特集し、閣僚19人のうち初入閣は13人で、総裁選で石破茂さんの推薦人を務めた議員6人を起用したことを報じました。内閣のうちおよそ3分の1を身内で固めたことについて、同局官邸キャップの千々岩森生さんはこう語りました。おっと思いましたよね。なかなか見たことのないぐらいの数、石破さんとずっと一緒にやってきたからこそ冷や飯を食わされていたと。能力、実力、党内の評価も高いけども、そういうポストに冷や飯ゆえに入ってこれなかった人は別なんですが、固有名詞は言いませんけれども、ちょっとという人は何人かいますと、その顔ぶれに疑問を呈していました。田崎史郎さんはこう語りました。なんか非主流派の在庫一掃セールみたいな感じなんですね。これまで非主流、石破さんと近いがゆえに冷遇された人たちを一挙に起用している感じなんですねとバッサリ一蹴しており、これまで一貫して安倍元首相に批判的だった村上誠一郎さんを総務省として起用したことに触れ、この中でも村上さんに対する批判はかなり強くて、先ほど執行部の一人と話しましたら、その方もここまでやる必要あったのかというようなことを言われてましたと明かしていました。菅義偉副総裁がこれに関わってらっしゃるという観測もあるんですけど、確認しましたら菅さんがこの人事に全く関わってない、この人事は石破さんと森山幹事長で進められた人事じゃないかと思います、ここまでやるかってことですよと話し、石破茂さんが組閣を前に、派閥はもうなくなった、どの派閥から何人ということは考えないと話していましたが、田崎史郎さんは派閥解消を理由にしたあまりに露骨な身内びいきの人事になっていると断じていました。総裁選の決選投票で大逆転勝利し、大きな期待を背負ってからまだ数日しか経っていませんが、石破茂さんのこれまでの発言を覆すような言動が見られ、石破政権に疑問を持つ人が多く、早くも赤信号が灯り、ピンチに陥っているそうです。これから石破茂さんは全ての不安を払拭することはできるのでしょうか、それとも多くの有識者が嘆いている早期短命な政権になってしまうのでしょうか、石破新総裁の運命はどうなっていくのでしょうか。今回は新総裁になって数日にもかかわらず、さまざまな問題が露呈している石破茂さんについてまとめましたが、石破茂さん自身の以前の言葉とは真逆の早期解散発言をし、就任直後から市場ショックが起こり、不穏人事で不信感を募らせていることが分かりました。また石破茂さん自身を騙すような早期解散宣言は野党も混乱させており、カオス状態を作り出していることも分かりました。総裁選前は裏金問題や旧統一教会の問題で支持率の下がった自民党の刷新が石破茂さんには期待されていましたが、現状そこの問題に対処する前で悪戦苦闘しています。石破茂さんが新総裁となった今、こんな声も寄せられていました。結局自民党という党は何も変わってないし、変わることもないと言える。多くの方はこれまで党内で冷遇された石破茂さんに期待もしたんだろうが、今回のいきなりの解散宣言しかり、どうやったら総選挙に勝てるか、そして石破氏を支持した議員たちを厚遇しないと政権運営もおぼつかないという党内事情だけがまかり通るということを痛感させられるといった声も上がるなど、結局のところ石破新総裁になろうとも自民党は何も変わっていません。今後も石破内閣が発足し新たなフェーズへ進んでいきますが、このままでは何も期待できません。より良い日本を作っていくと断言していた石破茂さんの志はどこへ行ったのでしょう。今後も石破茂さんはどう舵を切っていくのか、何に向かっていくのか、日本国民として注目して見ていきましょう。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。